中学受験、子供の学力アップを阻害する受験親の全能感。こんにちは。子供本来の力を見つけ出す見守る子育ての小川大輔です。今更言うまでもないんですが、情報化社会と言われても久しいわけですね。で、ネット上でももうね、どんどんと様々な分野の情報をいくらでも獲得できる。ね、生成型 AI などが発達して、その情報がさらにまたコンピューターが自己増殖するように生み出すという凄まじい社会に僕たちは今生きているわけですが、そうした時に、中学受験ということを考えた場合も、どの親御さんもですね、もう本当に10年前20年前と比べると比べようもないぐらい膨大な情報を手に入れることができるようになった。で、以前からね、受験産業、受験に関して言うと、どうしてもそういった産業側、塾とか予備校とか情報を持っている側が強くて、で、そこに子供を通わせてる親というのはその塾の言いなりになりやすい、そんな時代が長らくあったんですけども、現代のようにこの個人個人がね、情報を手に入れられるようになって、情報武装ができるようになってくると、そうした情報が偏っていることによる塾側、受験産業側の言いなりというのは構図が随分変わりました。これまでね、僕自身、著書であるとか様々なメディアの取材の中を通してもですね、受験の主導権を塾から家庭に取り戻そう、ずいぶん前からそういうメッセージを出してきました。また塾は手段として使うものであって、そこに通い従うことが正解ではないですよと、あくまで家庭の受験観があり、受験のプランがある、その中での大きな力を、ね、貸してくれる場所としてパートナーであり、手段としての塾が存在してるんですよ。だから手段として使いこなしていくためにも塾理解の情報は必要だし、同時に自分たちの家庭がどういった受験観を持ち、子どもの将来成長を願っているのかを具体的に掴んでいきましょう、そんなことを訴えてきたわけですね。だから今みたいにこうね、情報がどんどん手に入るね、ネットで調べていけば様々な具体的な個人の体験情報なども手に入ったり、各塾の分析情報なんかも入ったりする、その流れというのはとてもいいことだなと、思ってたわけですよ。ちょっと前まではね、こう対等の関係に受験産業と個人がなれる。でところがですね、ここ数年といいますか、コロナの前からですから、もう5年6年ほど前から、ちょっとその情報を個々人が手に入るということを手放して喜んでいいのかなと思うように実はなってきたんです、僕自身は。っていうのは、そのちょっとこれまずいなという事例を目にする機会、またそのご相談、お悩みを受けて、カウンセリングをする過程でのその親御さんの反応を見てハッとさせられることが連続してるんですね。何かというと、僕が受験親の全能感と呼んでいる現象なんです。で、その流れというのはね、ちょっと問題点を認識していただいて、ちょっと良くない方向にね、行ってしまう状況が改善されていくといいなと。特に今のこの中学受験にまつわる現象、界隈に対して警鐘を鳴らす意味で今回取り上げたいと思います。子供の才能を伸ばす中学受験。今回は中学受験、子供の学力アップを阻害する受験後への全能感と題して、お話を届けていきたいと思います。ポイントは3つです。1つ目、受験情報に明るいことがいいことか。2つ目、親の全能感という問題。そして3つ目、現実に向き合えない親たち。以上3つのお話と、最後にはですね、今回の見守る子育てのコツ、ポイントをまとめてお伝えしていきますので、ぜひ最後までお付き合いいただきたいと思います。ポイントの1つ目、受験情報に明るいことがいいことか。受験のハウツー情報って本当にいっぱいですよね。もう大手新聞なんかも今本当中学受験の記事特集なんか頻繁にやってますし、ネット上なんてもう溢れ返ってます。ウェブメディアなんで毎日どっか必ず中学受験の話してますね。もちろん大学受験もそうですが、中学受験の方が目にする機会ははるかに多いんじゃないかなと思います。でなんでこんなに溢れてるのか、やっぱこう受験のね、情報というのは我が子の進路が気になる、やっぱ親たちにとってものすごく関心が高い。関心が高いということは、記事を公開した時に読まれる率が高い。
ね、非常に反応が得られるわけですよ。 PV が得られたり、そこで、表示される広告がクリックされやすくなったり、そもそも例えば個人のねブログとかされてる方だったら、そこの閲覧数が増えていく、こう目に見えてこう数字反応が取れるわけですね。ですから多くのメディアだけじゃなくて、受験関係者もね、受験を関わったこと、まあ関わってないに関わるその一般の個人の方々もすごくこう発信にどんどん力を入れる、そんな素地ができています。でさらにですね、この受験情報というのはそういった反応が得やすいということだけでなく、分かりやすいからこそのめり込んでしまうという特徴もあるんですね。というのは、受験生の親の立場になった時にですね、日々の子どもの学習の取り組みがもう毎週のようにテストの成果、点数とか偏差値とか、宿題で取り組んだその問題の丸の数であるとか、小テストの点数、常に数値化が伴う情報が目の前にあるわけですね。で、全てのゲームにはポイント得点があって、どんどんその競争が煽られるのと同じように、受験、点数化しやすい、数値化しやすい情報にあふれた受験というものは、親の競争心が知らず知らず刺激されてしまうんですね。もうこれはね、もう本能的なものもあるので、どんなに冷静でいようと思って目の前に数字があって比較できてしまう材料があれば、もう誰だって煽られるわけです。でそこに情報が探せばたくさんあるとなってくると、かなりの確率でですね、受験生を見ている、応援している親御さんの中に気合が入っていくとですね、塾任せじゃなくて、我が子に合わせて個別の工夫を入れていこう、まあ、それはね、個別指導とか家庭教師を活用しようというだけじゃなくて、親の方の情報収集の上手い下手によってこの子のチャンスは変わってくる、まあ、そんな思いも働いて、ますます情報獲得を頑張り始めるわけですね。で、まあ、そうしたあたりね、このチャンネルでは中学受験に関しても一定割合いつもお届けしてきてますが、何事もちょっと行き過ぎるのは良くない、落ち着きましょうねということで、こんな動画以前にも上げています。こちらもね、合わせて見ていただければと思いますが、この頑張って情報をどんどん集めようとするね、親御さんたち、その集める対象って志望校の傾向とか、塾の対策とか単元の伸ばし方とか、まあ、そういったいわゆるザ受験情報もあるんですけど、それだけじゃないですよね。子供の性格別の関わり方とか、低学年からの学力の育て方とか、最近は親コーチングなんて言葉も現れて、コーチングっていうね概念が随分一般化してきたこともあって、そこから言葉がけとかですね、まあ、脳科学的なこと、右脳と左脳、ね、右脳教育が大好きな人も結構いますが、まあ、そのあたりの話であるとか、食育なんかもそうですね、頭が良くなるご飯みたいな記事もちょこちょこで、ね、目にすることがあります。あとは、まあ、このチャンネルの中でも扱いましたが、愛着形成に関してね、愛着障害についての動画上げてますけども、愛着形成についての話であったり、また発達障害、発達特性に関する関心であったり、本当に我が子の成長を願うからこそ、親御さんたちが調べてね、情報を手に入れようとするその対象というのは本当に今多岐にわたっている、まあ、もう素晴らしい努力なわけです。で特に中学受験に関わっていると親御さんたちもその努力の度合いというのは強くなりやすいですからこそ、いろんな分野を情報獲得をする、でもう本当にね専門的な知識も手に入れていく、子どもを理解し応援する立場の親として、そうした情報に明るくなり理解度が深まる、一見良さそうに見えるんですね。で現に本人たちもいいことだと思ってたくさん調べるわけですよね。ところがこのたくさんの、ね、情報を手に入れるその努力が行き過ぎていくと、今回この動画をお届けしようとしているその理由にもつながるんですけども、むしろ、問題点として特に、ね、大きく2つの問題点が現れてきちゃうんですね。で1つは塾とかね、そういった関係者、親以外の関係者に対して分かってくれないという不満を抱きやすくなるという問題。2つ目は、我が子を応援するために頑張って集めている情報のはずが、気がつけば我が子の今の姿、ありのままの姿を受け入れる、認めることから遠ざかってしまうという深刻な問題が起きることがあるんですね。ということで、ポイントの2つ目、親の全能感という問題。
今全能感という言葉を出しました。本来はですね、幼児期に自分は何でもできるっていう、そういう生まれるね、幼児期に生まれやすいその感覚のことを表す、主に表す言葉なんですが、別にね、幼児期に限定されるわけではない、まあ、多くの場合幼児期だけども、大人でもそういった全能感、何でもできるっていう感情というのは、一定の条件が揃うと生まれるわけです。でもちろん人間が全能になるはずはないので、全能感に支配されるというのは、まあ、まあ、あんまりよろしくないね、実態から外れた反応してしまったり、自分一人でやれると勘違いする結果、適切なアドバイスを聞き入れなかったり、人の力を借りるということが、後手後手に回ったりと、いろんな問題につながってしまう状態なんですけども、この中学受験においてですね、親御さんたちの一部が全能感にあふれてるケースが本当に今増えてるんですね。どういう感覚かというと、もう自分は誰よりこの子のことを分かってるんだと、そんな自分だから誰よりもこの子を賢くしてあげられるんだ、受験についても私が関われば、僕が関わればうまくいくんだ、自分が関わってうまくいかないなら他の人が何やったってうまくいくはずがない、みたいなですね、まあ、こうやって言葉にして今聞いていただいたら、いやいやいや、そんな親いないでしょって思われるかもしれないんですけど、いるんです。だいぶいるんです。気持ちはわかるんですね。先ほどもお話した通り、今子供のことを思ってさまざまに調べるその情報の対象というのは非常に多岐にわたるね。でかたや塾の先生、それはまあ受験情報は分かってるかもしれない、勉強に関しては分かってるかもしれないけれども、親が関心を寄せている子どもさまざまな事柄、発達障害のことであるとか、健康のことや食育のことや脳のことや、そんなあれもこれもについてしっかり向き合える受験関係者なんてごく少数なわけですね。いるにはいますけど、ほとんどいません。でそうした中で求めている度合いが強ければ強いほど、いろいろ調べてきてこう情報過多になっている親御さんほど、その先生たちのことを非常に物足りなく感じてしまう、分かってくれないんだって思ってしまう。でここでね、まあ、冷静な合理的に思考できる方は、あ、だからその先生たちの環境において、でもこれまでも受験合格というのはこれまでの子どもたちしてるわけだから、あれもこれも求めるんじゃなくて、そのそれぞれの専門領域を尊重してお願いしていこうと、まあ、合理的なパートナーシップを考えていきながらも親としてのね気持ちを注いでいく、そういった係りができるんですけど、一部の方はですね、分かってくれね、私は分かる、じゃあもう私がやるしかないね、 X、 まあ、旧 Twitter なんかでももうね、親塾とかいう言葉が溢れたりする、もう自分はできるんだと、まあ、そっちに走りやすいわけですね。事例がたくさん、情報が流れてくるから、まあ、こうしたことはね、情報化社会ですから別に受験に限らないんですけど、中学受験という枠組みにおいてこの親の全能感がものすごく育ちやすい、まあ、一言で言うと、もう冷静さを見失ってしまって、親の自分の視野思考の枠の中でだけ子供を何とかしようとする結果、我が子自身を伸ばすことに逆行してしまうという、誰も望んでいないところに踏み込んでいってしまう方々が目立ってきてるんですね。まあ、ちなみに今ここでね述べてきた全能感というその感覚とはもう全く対極にある子供との付き合い方、考え方について、僕自身のね経験思いをお話した、こんな動画もあるので、興味があったらね見ていただければと思います。でこうしたお話を踏まえてポイントの3つ目です。現実に向き合えない親たち、基本的に親御さんたちの一生懸命さ知ってるから応援したいんですけど、ちょっと今回は、耳の痛いようなお話の仕方になります、ごめんなさい。というのは、ここまでの全能感に基づいた時に親の中にですね、この順番で学ばせてあげて、これとこれをさせてあげると、この時期にこうなるはずだから、そうした時に私ならこれを手伝えるから、そうするとテストでだいたいこれぐらいは取れるはずだよねという、情報によって作り上げられた、そして自分ならできるはずという全能感を裏付けにした勝手な未来像が
ありありと作られてしまうんですね。まあ仕方がないですよ。もう本当に X なんかだったら入塾して上位狙うんだったら、小学校入るまでにこれぐらいを公文で終わらすのは当然ねとか、小学校2年までに小6内容まで行くのはセオリーですよとか、もう嘘つけみたいなことを平気で言う人がたくさんいますからね。でそんなことにもうそうなんだって信じ込んでしまったら、セオリーでも何でもないことをセオリーって言われちゃうと、その通り同じことをやれば同じ結果が生まれるというですね、まあ、完全に生物学上間違ったことが、思い込みが生まれやすい、もう仕方がない。で、ね、特にネットっていうのは偏った情報を調べると、それの付随した偏った人たちの話ばっかりにどん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 深みにはまりますから、なおさらもう見えなくなる、視野狭窄が起きる。で全能感で自分ならできるはずという自分に刷り込みがかかる。こうなって当然という絵が浮かんでくる。さあ何が起きるか。そんなもん子供にとっては知ったこっちゃありませんから、親が頭の中で勝手に作り上げたストーリーなんて知りませんから、その通りにはまあいきません。ハウツー寄せ集められただけで、子供がその通り育ちなさいと、もう大きなお世話なわけです。当然です。でほとんどの親御さん、あそうだよねと、思い通りにいかない現実に向き合った時に、我が子自身の成長の仕方、学び方に目を向けて、育てていき方、関わり方をハッと我に返って、冷静さを取り戻して、中心は子供自身であって、私の想定計画なんてどうでもいい話だった、気づけるんですけど、そこで気づけない母親父親がいるわけですね。おかしいと。正しいセオリーに従い、正しい手段を提供してあげたのに、その結果が出ない、それは子供である君が悪い、この子が悪い、もしくはこの子を教えている塾の先生が悪い、なぜかそうなっちゃうわけです。で塾を転々としたり、先生変えてくれと言い出したり、子供をとにかく一方的に叱り続けたりと、後になって自分を、ね、2年後3年後見つめたら、何に取り憑かれてたんだろうみたいなことになっちゃうんですね。何に取り憑かれているか、ネット上にあふれている偏った情報を寄せ集めて勝手にセオリーとして決め込んでしまった自分のストーリーが操作したわけですね。でこうした全能感に基づくねばならない、そうなるはずストーリーが作り上げられきった方っていうのは、本当にお子さんが苦しんでる姿から目を背け始めるんです。認めない。なので子どもの学力というのはますます下がります。本来ならその子のスタイルに合わせて教えてあげた、伸ばせてあげられるのに、過剰なことをやらされたり、問題集次から次と特会引っかえされて、もう混乱させられたり、基礎を固めなきゃいけない段階なのに、あなたは改正目指すんだから何もやらなきゃ意味ないでしょと、こんな基本なんかやってる暇あったら何もと、せっかくプロがその子に合わせてチョイスしたことを親の判断でひっくり返したりと、もうしっちゃかめっちゃかなことをしちゃう人が、情報武装した結果生まれちゃったんですね。これね、まあ、今回警鐘を鳴らすためにこの動画というお話をしました。今ねお話していて、自分が責められてる気になった方がいるかもしれない、それは本当に申し訳ないけど、僕にとってはお子さん自身が本来の力を発揮して社会に嬉しく出ていってくれる、これがやっぱ最善だし最重要だと思ってる。そして親御さん皆さんも、その我が子の成長の姿に喜びを覚えて、幸せを覚えていただくこと、それすごく大事だと思ってる。でも自分が思ったストーリーに従って子供が育まれるっていうことは、もう全く協力したくないし、全く賛同できないわけですよ。だから特に中学受験界隈で目に余るこの親の全能感という現象は、早く卒業してほしいし、全能感も幼児期だけにしといてくださいという思いで今回いっぱい喋ってます。勉強に限りません。子供の才能、能力、内面を育んでいくときに、親が最も心がけるべき絶対のセオリーは、お子さんをちゃんと見ることなんですよ。そのありのままの姿をよく見て、ああそうなんだと、自分の欲求願望は一回横に置いて、そうなんだと、その姿そのものを受け入れる、その勇気と人間的成長がある中で、初めて子ども自身が一番力を発揮できるんだ。これも間違いないわけですね。観察によって見つかるお子さんの学びのタイプを生かしてあげること、これは学力伸ばしに最も有効。まあ、このあたりですね、よく言われる自己肯定感に関連して、こんな動画も以前ご紹介しています。
あれこれさせていくことが自己肯定感を育むんじゃないよ、大事なポイントをお話ししました。はい、ということで、今回ですね、こう中学受験の世界で僕の目には親の全能感という現象に見える問題点について、その背景からね、全体的なお話をしました。裾野の広い話ではありますが、何かハッとしたり、また周りでね、あんなに頑張らなきゃいけないのかな、でもなんか違和感を覚えるなっていう、お知り合いの姿を見た時に、もしかしたらその方が全能感モードかもしれないなと気づかれるきっかけになってほしいなと思います。はい、今回の見守る子育てのコツ、最後にお話ししましょう。それはネットをいくら調べてもそこにお子さんの姿ないですよ。我が子情報なんてネット上に転がってないですよ。転がっていないネット情報をいくら集めたって、我が子の成長ストーリー、成功ストーリー、そこでは描き出せるはずないんですよ。まず目の前のお子さん自身をしっかり見る、謙虚に見る、見つめる勇気を持つ。そこからお子さんの学力、成長、受験に対する道を作っていく。それが中学受験を伴走していく親御さんに求められる関わりだし、力を発揮してほしい部分だということ。情報は適切に活用しながらも、最大の情報は目の前の我が子だ、そこを忘れてほしくないなと思います。子ども本来の力を見つけ出す見守る子育ての小川大輔でした。